安倍晋三首相は25日未明、小学4年生になりすました NPO のりと代表理事、すでに辞任の大学生が今回の衆院解散を疑問視するウェブサイトを開設した問題について、批判されにくい子供になりすます、最も卑劣な行為だと思いますとのコメントを、自身の交流サイト、Facebook に書き込んだ。首相は問題のウェブサイトの画像も紹介しながら、選挙目当ての組織的な印象操作ではないでしょうが、選挙は政策を競い合いたいと思いますと訴えた。